マナズル駅は神奈川県足柄下郡マナズル町マナズルにある東日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は JT19。東海道本線の開通以前は一社軌道、京便鉄道の豆相認車鉄道も1896年から1923年にかけて存在し、この付近にマナズル駅を設けていた。 1922年から1923年にかけては連絡駅でもあった。島式ホーム一面二線を有する地上駅。上下本線のほか、ホームのない大使線が上下とも一線ずつある。駅舎とホームは地下通路で連絡している。直営駅で根深川駅を管理している。スイカ対応自動改札機、指定席券売機、緑の窓口設置駅。 マナズル駅構内のヌーデーズで販売している。食材の仕入れ状況等により、日によって取扱い商品が異なる。2020年度の1日平均乗車人員は2294人である。近年の推移は下記の通り。駅前後方に古戦人道橋が見える。駅名と町名はマナズル、大技はマナルと読む。なお、 湘南新宿ラインの特別快速が小田原熱海駅間で延長運転されることがあるが、新宿方面行き列車は当駅を出ると次の停車駅は小田原駅となる。なお、2021年3月12日までは快速、アクティも乗り入れていたが、こちらは小田原駅まで各駅に停車していた。注車区手展、ありがとうございます。